フィレンツェ、サンタクローチェ教会の祭壇画祭壇が、または、アルターピースは、教会の祭壇飾りのこと。具体的には、宗教的題材を描いた絵もしくはレリーフを、教会の祭壇背後の枠の中に取り付ける。祭壇画は、しばしば二つないし、それ以上の分かれたパネルからなり、パネルは、板絵の技法で作られる。パネルが二つなら二連祭壇が三つなら三連祭壇が それ以上なら、多翼祭壇画と呼ばれる。彫刻群を祭壇の上に置くこともあるし、場合によっては祭壇そのものを指すこともある。もし祭壇が聖火体積と区切られていなければ、祭壇画の表裏に絵を描くこともできる。内人障壁、背触りも一般に飾られる。有名な例としては、などがある。なお、祭壇の前を飾るものは、アンテペンディウムという。 二連祭壇画は2枚のパネルでできた祭壇画。二連祭壇画の中には、例えば、ウィルトンの二連祭壇画のように小さくて持ち運びできるものもある。なお、ディープティックには別の意味もある。三連祭壇画という言葉は、捉えたい、力なり、つまり、三つの部分に分けられた絵画作品、もしくは蝶都外で折りたたむことのできる三つの木彫りされた板のこと。 真ん中の板は他の2枚より大きくて3枚の内容には関連性がある。この3連形式は初期キリスト教美術から発生し、中世以降は祭壇画の標準フォーマットとなった。その地理的範囲は東は東ローマ帝国から西はイギリスのケルト教会まで。ルネサンス期の画家、彫刻家、例えばハンスメムリンクやヒエローニムスボスなどが この形式を使用した。例として、イギリスのスランダフ大聖堂、ランダフカテドラル、ルーベンスの2作品があるベルギーアントウェルペンのアントウェルペン大聖堂カテドラルオブ・アワー・レディ、そしてパリのノートルダム大聖堂などが挙げられる。あるものは、教会のステンドグラスの構造に形式を真似られたものも見られる。三連形式は、現代の画家。 写真家たちにも影響を与えているが、彼らの三連形式は、必ずしも超都外で動くわけではない。この言葉の起源は古代ギリシア語のトリプティコス、ギリシャ語表記、タウロー・パイタウープシロン会で、古代ローマ人が書字版に書き記したものから、中世になって現在使われる綴りになった。なお、ペンダントジュエリーにも三連形式は使われている。 ヘントの多翼祭壇画多翼祭壇画は複数の絵画や浮き彫りで構成する祭壇画の一様式ルネサンス期のヨーロッパで多く制作され主にキリスト教の教会で祭壇を飾るためのもの小型のものは個人の家にも置かれたヤンファンエークラによるヘントの多翼祭壇画が有名なものの一つ両翼は扉になっており写真はそれを開いた状態のもの ガラスで作られた、現代の背触り背触りとは、教会の祭壇の背後にあるついたてもしくは飾りのこと。通常、そこには、宗教的イコノグラフィーもしくは像が描かれる。石、木、金属、像下、または、その混合でできている。像は、絵を描くか、彫るか、金メッキを施すか、モザイクにするか、彫像を置くかする。タペストリー。 キヌカベルベットの編み物を使う場合もある。中世イギリスで生まれた言葉だが、語源は14世紀のアングロイコールノルマン語アリルダス、アレレ、ドス、ラテン語のドーサムである。リルダスの同義語に、リタブルという言葉がある。祭壇が壁から遠ざかった時代に生まれた言葉だと思われる。祭壇がまだ壁とくっついていた頃には、祭壇の上か後ろには、 リルダスはなく、その代わりに、リタブルがあった。また、リタブルは、祭壇の十字架、花、食材があったところにあった。なお、フランスでは、リタブルがリルダスの意味で使われている。スペインのレーダーブローも同様である。リルダスという言葉は14から15世紀の後は、使われなくなった。しかし、19世紀になって復活した。ありがとうございます。